さらさら会のゲーム実況です。そしたら久しぶりにバイオ2やっていきたいかなと思うんですけど、もうね1年ぐらい空いてるので内容ほとんど覚えてないということで、最初からやりたいかなと思います。で、前回パソコンがぶっ壊れる前までは、レオンでやってたので、クレアで最初からやってみたいかなと思います。そしたら始めていきましょう。で、難易度なんですけど、多分僕ゲームかなり下手くそな部類、特にこういったゲームは苦手になってるんで、このイージーモードでやっていきたいかなと思います。照準操作がアシストされます。体力が一定値まで自動回復します。マジか、これはいいですね。敵の強さが少し下がりますということで、これでやっていきましょう。前やってた時ね、弾薬がね全然足りなかったっていうのもあって、とにかく弾薬を節約しながらやりたいかなと思います。なんで多少逃げていかないかんかなと思うんですけどね。もっと詳しく話していただけますか。先週の金曜の夜、パブから帰る途中、女が歩いてきたんだ。おっさんが食ってるところドアップで見せられてもね、誰が嬉しいんですかねこれ。自分こそ酔ってたんじゃないんですか。何杯飲んだんです。いや、一滴も飲んでなかった。またまた。まあ聞いてくれ、その女が近づいてきたから、そいつの目や鼻を見たんだ。まるで顔全体が腐ってるようだった。まるで死人さ、歩く死人みたいで。神様みたいだ。この世のものじゃない。その夜は眠れなくて。まあまあ落ち着いて、気を強く持たないと。恐怖に負けちゃダメですよ。それはそうだけど、恐怖で固まってると歯を抜き出しちゃう。なんだよ、いいとこだったのに。こんなゾンビ確定みたいなとこありますけど、一般人やったらえらいことですよね。しかもこのサイズのトラックで引いて倒せないゾンビってどんだけ強いのよって感じですけどね。銃で撃って死にそうにないんですけど。嘘だ、そんな、そんな。なんてこった、どうしたらいい。まあそうやろね。もうすぐ着く。だから平気だってば。分かった、クリスに会ったらすぐ戻る。それじゃあもう切るね。みんな心配性なんだから。なんか聞こえましたね。電話ボックスですか。懐かしいですね。もう見ることないんですけど、アメリカは結構まだ電話ボックスあるんですかね。周囲を探索するカメラ操作、はいはいはい、こういうことですね。なんかあったっけな。パトカーが止まってますね。走る、はいはいはい、オッケーオッケー。なんとなく思い出してきました。これこのままどっか立ち去れんのかな。もうあんな建物の中入ったらろくのことない分かってるんで、このまま走り去ってしまいたいんですけど。何もない、あかんか。逃がしてくれないですね。まあそりゃそうやわな。あの、誰かいませんか。いないの。すごいな、なんかガソリンスタンドなのに洗顔とかいろいろ売ってますね。
なんか地域の商店兼ガソリンスタンドみたいになってるんでしょうか。なんか聞こえるな。こっちでもないな。汚い店内やな。あ、いた。大丈夫？待ってて、見てくる。絶対行かん方がええんやけどな。ほら、なんかやってる。大丈夫ですか？大丈夫だ、下がって。来るから。離れて。聞こえないの。早く離れて。完全に邪魔したやん。気色悪い。それ以上近づかないで。LT こうか。で、こんな感じ。この弾って使ってよかったんだろうか。温存しとかんでいいんかな。やったよな、これね。おお、お姉ちゃんがいっぱい。これどうなんすかね、実際のモデルさんだったりするんでしょうか。日本にいるので分かりませんが、とりあえず鍵をゲットですね。アイテムを確認する。はいはいはい。こうやって見えるんはね、なんかバイオおなじみですけども。ん？ピザの食いかけですね。さすがアメリカですね。うわ、生きてるやん。ほら、まだ生きてるなんて。リロード×。うわ、あと弾5発しかないやん。やっぱ節約せないかんかな。どっか落ちてない？弾。お、さっきの鍵ですね。開けたけど、これこのまま戻ったらどうなるんだろう。ね、ちょっと、あれ赤いのなってるやん。閉じ込められてる。まあ鍵があるんでいいですけど。さっきの人どうなったんだろう。あ、いたいたいた。あ、ゾンビなってるやん。ほら、うわうわ、めっちゃおるやん。うわっ、助かった。待って、撃てないで。しゃがめ。ここを出ないと。大丈夫か。ええ、なんとか。ありがとう。礼を言うのはまだ早そうだ。なんなのこれ。めちゃくそおるやん。絶対無理やん、こんなハンドガンで。こっちだ。まあそうするしかないわな。何が起きてるの？わからない。署に行けば何かわかるかもな。あなた警官？ねえ、レオン・ケネディ。君は？クレア。クレア・レッドフィールド。この町の人？いいえ、兄を探してるの。彼も警官。とにかく出会えてよかった。この先一体どうなるか。これは全世界こないなってんのかどうかわかんないですけど、ガソリンが持つ限り
なゾンビがおるようなところに立ち止まりたくないですけどね。このショーとかいうんもいかんほうがいいんじゃない。市民の皆さん、大規模な暴動が発生したため、ラクノシティ警察署へ避難することをお勧めします。必要な方には食料や医療品を無料で支給します。嘘でしょ、信じられない。署に行けば何かわかる。もうすぐだ。ええ、そうね。でも生き残ってるのは私たちだけだって。いや、他にもいるさ。でかい町だ。きっといる。おらんと思って行動した方がええと思うけどな。歩くしかなさそうだ。降りたくねえ。うわ、お食事中や。走るの間違い。あ、そうだな。あ、嘘だろ。レオ、早くバックして。ゾンビが撃てん。ああ、このおっさんか。降りるな、早くしろ。降りるったってな、これ開かない。捕まってろ。これは夢中打ち一直線ですね。死ぬって。クレア。お、生きとったね。クレア、大丈夫か。ええ、大丈夫よ。あなたは。ダメだ。ここは危険だ。そんな。ついな、これは倒しきれんな。警察署ってどっち。まずとにかく先へ進もう。よーきょるな、これ。これ適当に歩いていっきょるけど、つくんやろか、これ。世界の終わりみたい。いや、ほんまそうですよね。あと少し。おお、たまたま一直線で来れましたね。っていうか一本道なんかな、これ。よきおるな、嫌やな。どっち、こっちでいいんかな。おお、追てる。一直線、一発で着きましたね。はい、閉めて閉めて閉めて。あ、めっちゃ来て来て来た。玉屋、ラッキー。ねえクリス、どこにいるの。嘘、中にもいるの。どういった、マービー、見てるか。脱出路が分かった、ここに。なんかトロコいな。応援を頼む、東の廊下だ。東の廊下、彼を助けなきゃ。
東の廊下、マップを開く、これかな。はい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 。で、この辺に行ったらいいんやね。そういうことは、このなんか、ここから入ってったらいいっていうことかな。あ、これ預けるとこか。これいらんやろ。ガソリンスタンドの鍵なんかね。もうあんなとこ戻ることないと思います。なんかないかな。弾とか。ん？なんか、ああ、やっぱり。よしよし。で、ここやね。あら、開かへん。最高。行きたくねえな。どこにいるの？進みたくない。暗いな。視聴者さん、これ見えてますか、画面。ん？なかった。なんかはめるんだろうけども、今は持ってなさそうですね。なんかバッテリーかな、ブレーカーかな。今右向いてますよね。でこっちに行きたいけど、なんかプレスルーム、なんか今玉みたいなものが見えたぞ、地図上に。どこだ。あ、ここか。よし、よしはええけど、これ誰だろうな。なんかカッコが警官という感じじゃないですけどね。ああ、なるほど。ん？ホールド、おしっぱか。ふう。凄惨な光景やな。ああ、ひどすぎる。え、ちょ、ん？どこやろ？ここ？あ、ここじゃないな。なんかチェーンがしてある。シャッター。シャッター。シャッター。あ、これか。今開ける。開けてくれ。頼む。早く開けてくれ。さっきの人やな、これ。ああ、もうそんな気したわ。ごめんなさい。あ、ごめんなさい言うてもな。この子のせいじゃないと思いますけど、はよ離れた方がいい。警察官の手帳。なんかハテナの赤マークですか、これを何かにはめるのかな。でこれはこういうとこにありますよっていうのを書いてんのかな。かなり結構割としっかりと書かれてますね。メインホールに戻る。はいはい。やばいなこれ。もういる。うわってきた。ああけど撃たんぞ。こんなん一匹一匹倒してたらキリなんやろ。こっちやったっけ。違うわ、こっちか。
うわ、2匹か。いや、違う。やっぱこっち行かないかんのか。これ大丈夫、突っ切って。あかんか、やっぱり。ああ、いかん。体力が減ってる、減ってる。で、どっちから来たっけ、こっちやったっけ。いや、違う。この真後ろや。ここやね。さっきと同じ構図やないですか、これ。ほら、まあここでゲームオーバーいうことはないわな。しばらくは安全だ。生存者がいましたね。マービン・ブラナだ。ありがとう。よく生き延びたな。まやで。自分の身は守れる。立って。ねえ、何があったの？一つ確かなのは、ここに残ってるのはゾンビくらいだってことだけど。ええ、そうみたいね。他に生存者おらんのかな。持っとけ。念のためだ。すぐ出ていくつもりよ、クリスを見つけたらね。本当に妹か。そう。なんで、何かあったの。いや、やつは休暇中だ。数週間前にヨーロッパに行った。無駄足やん。休暇、それは良かった。まだ朗報がある。この隠し通路を使えばここから脱出できそうだ。いいわね。平気。さっきの人の手帳やね、今の。俺のことはいい、自分で何とかする。ダメよ、放っておくわけにはいかない。聞くんだクレア、自分の身を守れ。兄貴に会いたいだろう。これを渡しておく。でもそれはあなたの。いいんだ、用心しろ。もし奴らを見つけたら、相手が誰だろうと決してためらうな。殺すか逃げるか、どちらかだ。この人ゾンビになるやろな。嫌やな。俺がゾンビになっても殺せよって言うてるようなもんやん。コンバットナイフ。ステータス画面で装備して使用する。耐久値がなくなると折れて使用できなくなるって、これ使い勝手悪いな。敵に組みつかれた時 LB で反撃できる。反撃に使ったナイフは敵を倒した時に耐久値が残っていれば回収できるっていうことで、耐久値が残ってなかったら回収できへんのか。反撃でも使いたくないな。サブウェポンを構える。サブウェポン、これか。なるほど。なんかガムテープでぐるぐる巻きのとこがある。もうさっきのナイフで開けた感じですね。お、弾があるぞ。よし。ん？木材。頑丈な木の板、窓を塞いで敵の侵入を防ぐことができる。よっけ欲しいな、これ。グリーンハーブ。これ、回復でしょうね。よっしゃ。助かりますね。ちょっと減ってましたよね、確かね、体力ね。そことこか。ん？無線の声が。この人か。あ、これやね。このトランシーバーやね。気持ち悪い傷口。
やもう触らんでええんちゃう。なんで触るんや、もう気持ち悪い気持ち悪い。なんでこれを見ようとしたか。もう見んでええがな、こんな。よう直視できるな。誰、うわ、なんか首つって、首つってるというか、なんか引っかかって死んでるな。嫌な死に方してるなこれ。もうこっちはいけんもんな。この死体何もないのか。うん、あ、ここに木の板が貼れるんやね、木材が。けど何でもかんでも貼ったらいかんでしょう。ゾンビがおるときに貼りたいですね。くそくそ、しょうもないギミックに引っかかった。してやられたな。なんかある。緊急事態対応記録。9月25日市内で発生した大規模な暴動により、当警察署を一時的な避難所とすることが決定した。全署員は市民の受け入れと保護を最優先とする。9月25日追記、なんて読むこれ、いや、なんて読むかな。市民の一人が署員に襲いかかるという事件が発生。署員1名が死亡、3名が軽傷を負った。当該市民は間もなく鎮圧された。極度のストレスによるパニックと考えられる。この頃にはまだゾンビって分かってなかったんかな。9月の26日、ボートによる当警察署への襲撃が発生。戦闘による死傷者多数。非常シャッターでの封鎖により退避に成功するも、署周辺は無数のボートに取り囲まれ、脱出は困難と判断された。通信機器の復旧のめどは未だ立たず、外部との連絡は不可能。助けを呼べんのやね。9月27日13時、警察署西側で再び戦闘が発生、12名死亡。よーけ死んでるな。西側っていうことは今いるあたりですね。生存者はわずか、署内はひどい混乱に陥っている。記録者デビッド・フォード。この記録者っていうのは生きてんのかな、まだ。これはさすがにアイテムなんか、おっと、あるでしょう。ほら、あった。あ、来た。来たな。逃げるぞ。お、なんか登れたぞ。なんでこれ。なんかある。警察署1階の地図。よっしゃ。なるほど。こういう風になってるっていうことですね。さっき登れた、登れたとこかな。おお、ここや、ここや。うわ、手切りそう。いやいや。おるおるおる、もう。向こう、ん、なんか A ボタン。おお、弾が溜まってきたな。よしよっしゃ。あれ、自販機叩っきょんかな。食べたいんやろな。まあけど、あんなんの相手はしとれないですね。ガンパウダーについてのメモ。ハンドガンの弾はガンパウダーが2個、硫酸弾はガンパウダープラス強化火薬。なるほど。サブマシンガンの弾は強化火薬が2いう感じ。ガンパウダー4が落ちてるんやね。現在署内の弾薬が不足している。各自ガンパウダーを有効活用すべし、携行する武器の種類に応じて適切に組み合わせるよう注意されたしということですね。早速手に入りましたね。わあ、さっきのデブかな。あ、ここも死体ある。これは分からんな。どっかにあるでしょう、また。パスワードがね。おっと、これは。これは。こっち。ああ、ダメか。いちいち殺したらいいもんな。作戦報告書。9月28日午前2時30分、製造者は私を含めたった4人。4人もおるん、ここに。もっと減ってそうな気がするな。武器弾薬の確保の失敗、度重なる異常な戦闘による疲弊と混乱も後がない。以前フィリップス巡査から下水道を脱出路にする提案がなされた。ここが美術館時代の隠し通路を使う方法だ。
今更ながら私は彼女のアイデアに乗ることにした。確かに隠し通路が現存している保証も、下水道にゾンビがいない保証もない。だがここで死を待つよりはマシだ。わずかな可能性を信じ、隠し通路に関する情報を探ることにする。記者、記録者エリオット・エドワードということですね。この下水に行かないかんのかな。新人の初仕事、レオン・S・ケネディ、機関に重大な特別任務を与える。レオンってさっきの男の子ですね。その恐るべき内容とは、なんと自分の机の鍵を開けることだ。ヒントは6人の先輩のファーストネームの頭文字だ。順番は机の並びと同じにしてある。鍵は机の左右に1つずつだ。両方ちゃんと外せよな。まあ要するに仲間の名前を覚えるのがお前の初仕事ってわけだ。成功を祈ってるぜ。スコットの野郎から聞き出すのはちっと骨だろうけどな。優しいブラナー先輩より。紙の隅に結婚と走り書きが残されている。ここに来なくて正解だぜ新米。来てるんよな。あ、これか。これが鍵。これか。今はわからんな。おるな。この人は、この人はどうなんだろう。なんかけどここいろいろなんか鍵開けたりどうのこうのっていう作業があるから、こいつ殺しとった方がいいんじゃないかな。さっきの、あれどこ行った、あれさっきのデブどこ行ったよ。あ、おっとった。これ殺しとった方がいいね多分ね。死んだ。多分ここはこの人気になるな。ほら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 。やってないんかい。やった。か。白か。なんかボタンがないっすね。2とか3がないですけど、ロッカーかな。このボタンを押したところに対応して開くっていうことでしょうね、これね。で2と3がないっていう感じです。で101、23はないんか。46、空っぽやな。109っていうことは2、お、これは殺しとくか。あっ、外した。これはカードキーって感じですね。今は持ってないですね。2系は全部開かないですよね。1と2がないんでね。ロッカー用の端末について、現在ロッカー開放用の端末のキーがいくつか破損しています。キーを破壊した職員は予備キーを使用し、今すぐに端末を修理してください。犯人は分かってるからな、このバカ力からということですね。今度は何番やったっけな。まだこれするな。109ですね。これは殺しとこうか。おお、あ、いか、リロードが。よし、109ですね。ちょっとずつですけど増えてってますね。嫌やな。貼ったるか。あの木材貼れるんじゃない。ほら、お、ハーブ助かる。しかも木材もある、助かる。
植物学、薬効を持つ植物について、人類は太古から様々な植物を用い、傷や病を治してきた。本書ではこの薬効を持つ植物の例として、アークレイ山地周辺に自生する3つのハーブを取り上げ、その概要を述べたいと思う。緑色のハーブには傷を癒す力がある。青色のハーブには解毒作用がある。そして赤色のハーブだが、美しい観葉植物として親しまれてはいるものの、残念ながら目立つ薬効はない。そう、ごく最近までは考えられていた。ハーブ同士は組み合わせることでさらに効果が高まる。これは周知の事実だ。近年、赤色のハーブが組み合わせに多大な影響を及ぼすことが判明した。ある東洋医学者の説によれば、青色と赤色、青色と解毒かを組み合わせで、体を頑丈にする。耐久力でも上がるんかな。ハーブには我々の予想もつかない力が眠っている。さらなる研究が待たれるところだ。最大体力がこの、赤青を組み合わせたやつを食べ続けていったらどんどん増えていくっていうことなのかな。電気かな、これ電気ですね。もう明るくなってくれな、困るわ。あ、赤色や。フィルムの置き忘れに注意。あ、さっき見たやつやな。どれを取るの？なんかアイテムがあればどうにかなるの？これ今は何もないですけどね。フィルム置き忘れてないですね。ちゃんと張り紙通りに行動してるらしいですね。赤放り込んどこ。なんかここで使えるアイテムがあるはずですね。ここには見当たらない感じですけど、それを探しに行きましょうか。暗い暗い。おっと、うわうわ言えるな。どこやろ。溜まってきたな、頭が。おっとおった。ダッシュ。よし。なんかクランクっぽいですね。持ってないけど、さっきから持ってないもんばっかりやな。このクランクなかったらこれが止まらんっていうこと。こんぐらいいきゃええのに。そんな強いのこれ。いってよ。うわっ、とびくそ。鍵か、もう分からんな、鍵ばっかり。何これ、焼夷弾。へえ、なんもないか。ポータブルセーフ取扱説明書。表面に並んだボタンを押すとリング状に配置されたランプが緑色に点灯します。全てのランプを点灯させると蓋が開きます。そういうギミックのがあるんかな。ボタンは特定の順番で押してください。順番を間違えると全てのランプが消灯します。その場合は最初からやり直してください。うん、あ、これか。アイテムを確認。これを確認せよ、いうこと。はい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 。これを押してくっていうことを、さっきの説明書きを見ると。意味がわからんな。全部点灯させろって書いてましたよね、確か。けど一つずつしか点灯しないけど、さっきなんか2個連続で点灯したところはありましたよね。ほら。なるほど。OK。小さな部品。これはあれでしょう、さっきのなんか武器庫みたいなやつじゃないですか。
数字は書かれていない。ほんだら2でも3でもハマるっていうことか。お、なんかスペードの鍵が手に入ったけど持てない、けど持てない。体力回復しようか。死にかかってましたしね。これでだいぶいけるとこが増えるんじゃないでしょうか。ん？何今の？あ、これ絶対ろくなことにならんや。ちょっと帰ろ。ちょっとアイテムも持てんし、武器庫にボタンは、うわっと！びっくりするわ。いやー、ええタイミングで出てくるな。3階はまだ行くとこあると。2階は、クランクみたいなのがなかったらもう行けないと。そしたら1階ということですね。よしよっしゃ。うわっと、ありがとう木材ですね。で、この備品保管庫に行けばいいんですよね。うん。で、スペードの鍵があるんで、こっちにも行けるんか。おお、だいぶ行けるところが広がりましたね。ここはクローバーか。まあ、とりあえず備品のとこ行こうか。で、とりあえず2はめようか。これでこっち側はほとんどいけるようになったんじゃないですか。203はいかんのよ。なんか良さそうなもん入ってるしよ。208か。102ガンパウダーですね。とりあえず208しようか。焼夷弾でしたっけこれ。どうやって使うんだろう。グレネンドランチャー用の弾薬ですか。グレランを手に入れんことには使えんということですね。で、あと2つ。なんやろ、ナイフみたいなの見えるな。ナイフとガンパウダーか。思ったんですけど、これ2にはめたやつって外せんのかな。外して3にはめ替えたら、これも取れるんやけどな。外せん？外せなさそうですね。くり抜いたったらええのに。ここのやつはやったはずなんやけどな。まだいんのか。おった、あの角っこで死んでたやつかな。ここのやつは殺しとくぞ。帰ってこれましたね。お、何か始まった。来たか、こっちだ。何？見てみろ。無事だったのね。知り合いか？ええ、レオンよ。確かレオン・ケネディ。ああ、新入りか。見た顔だと思った。あの場所なら2階の東側から行ける。分かった、ありがとう、マービン。やっと合流できるか。もうお話ししてくれんのかな。ここに預けとこうか。ガンパウダー、あとこのグレネードランチャーの弾はええかな。こんだけあったら大丈夫でしょう。
さあ、今度はレオンのとこ行きましょうか。